はい続いては私のフリートークのコーナーになります今日もねインスタグラムでライブ配信をしながら、えー、やっていこうと思います是非皆さんコメントよろしくお願いします今日のねテーマは何にしようかなって悩んでたんですけどあの昨日ラウンドに行ってきましたで、えー、小田原湯本カントリークラブっていうところでラウンドしてきたんですけどその報告をしようかなと思います、まあ、でも まだね。他にも全然あの話したいなと思ってるのでぜひコメントをお願いします。昨日はねまあ、絶好のゴルフ日和だったんですよ。あのそんなに暑すぎず、まあ、なんか日焼けもそんなにしないでで風もなくゴルフビール日和だったんですけど、ちょっとスコアはね。結構叩いてしまったんですよ。もう最初のホールからあのミドルだったんですけど。 通オできたのにもかかわらずパターでまたやってしまってなんとトリプルになっちゃったんですよもうね自分の距離感はどうなってるんだって思いますよねあの2本してどれくらいかなまあ、でも3メートルぐらいのパターだったのでまあ、悪くても2パットで上がれる ところだったんですよ絶対にだけど、まあ、1ホール目っていうのもあったからかその距離感が全くつかめちょっとバタバタとしていて朝練習行けなくてでそれでまあ、こんな感じかなと思って最初打ったらかなり強く打ってしまって 3m のパターンなのにでオーバーしてまたこのモゾルパットでやったらオーバーして 4, 4パットぐらい もうちちょっっとしちゃったかなそれでトリプルになっちゃってねもうそっから最初からメンタル,メンタルやられちゃいましたねグリーンはねうーんまあまあどれぐらいだったのちょっと確認しなかったんですけど多分10フィートぐらいですかねなのでまあちょっと早いなぐらいだったんですよねそれも確認せずに打っちゃったのがダメだったなと思います あシックスパッターンになりますね <laughs> 本当にもうね、だめだめですね、もう先生がいたらもう、ボコこぼだと思います。であ,とあとは良かったんですよ、ドライバーとそのフェアウェイウッドも1回だけちょっとチョロしたんですけど、あとは綺麗、えー、に打てて、ドライバー、フェアウェイウッド、アイレアンとか良かったんですけどあの、そこのゴルフ場が結構グリーンが小さいんですよね。 なのでアプローチとパターで本当にスコアが決まるっていうぐらい、まあ、そのショートゲームが鍵になるんですけど、まあ、そのショートゲームが結構下手なのででもアプローチはすごい好きなんですけど今回そのなかなかまあパーオンができなくてそれでパターでやらかしてしまいましたね、まあ、結果的に最初はもう今日100ギリも難しいと思ったんですけど、まあ、なんとか <laughs> えっと アウトあ、イン49の、えー、アウトが47の96でしたねギリギリ、100ギリはできましたちょっとこう、コメント読んでいきますね今年は何ラウンド去年が全然いけなかったんですよほんと月1か2いければいいぐらいだったんですけど今年は去年よりはいけててうんどれぐらいですかねでも月2、3ぐらいではいけてるかなと思います。 えー、でも紙スイングですよって嬉しい、ありがとうございます、もう本当にね、皆さんのそういうお言葉で私はやっていけてます、今日も可愛いですねってありがとうございます、えー、茨城国際コース管理です、お行ったことあります、あれ、大阪ですよね、あそこのコースもなんか景色がすごく綺麗で、街の景色が見えるんですけど、すごく綺麗で良かったですね。 西、えー、で見かけたら声かけてもいいですかって、ぜひぜひ声かけてください、嬉しいです <laughs> あの。たまにね、声かけてくださる方もいるんですけど、もう全然もう気兼ねなく話してください、嬉しいのでお願いします。えーと 顔小さすぎてヘッドフォンでかく見えるだって初めて言われました <laughs> そうなんだまあなんかあのちょっと空間はありますけどねありがとうございますなんか自分でそう顔小さいって言っていただくんですけど自分ではよくわからないんですけどねでもすごい嬉しいですありがとうございますゴルフはどこに行きますかよく私はでも結構日 日光が本当に多くて日光雇用ゴルフリゾートに結構お邪魔してますね。なんか日光ってずっと遠いイメージがあったんですよ。東京からだとまあなんかどれくらいかな？3時間ぐらいなんか小旅行のイメージが強かったので、3時間ぐらいかかるのかな？と思ったら意外と東京から1時間半ぐらい空いてたらそれぐらいで着いちゃうんですよね。で、あの日光のインターチェンジから本当車で5分。 くらいかな5分かからないぐらいのところすごい近くにあるので楽なんですよねで景色も綺麗でグリーンも綺麗で、まあ、フェアウェイとかそのラクとかその芝の状態もいつもいいので結構日光さんは本当にお邪魔してますねでなんか難しすぎず簡単すぎずな、まあ、ちょっと難しい方だと思うんですけどフェアウェイが結構狭かったりするのでで、まあ、グリーンも早いですしですごい勉強になるんですよね。 なかなか日光でいいスコア出せないんですけどまだ85かな85は出せたんですけど、まあ、でも今年はちょっと日光で70代出して自分に自信をつけたいなとは思ってます今日は雨ですねインスタグラムで夜のスイング見ましたが綺麗なスイングですねありがとうございます嬉しいですそうインスタグラムではね結構スイングの動画とか上げてるんですけど どうなんですかね <laughs> 自分のスイングを見ると、も,うなんかもっとこうしなきゃとか、もう最近だと、なんかちょっと手打ちに見える、なんか手では打ってないつもりなんですけど、なんか手打ちに見えるんですよね。ってことは、多分どこかで手に力が入ってしまってて、手で打っちゃってるので、そこはちょっと変えたいなと、もっとこう体で綺麗にスパンスパンって触れるようになりたいですね。ななかなか難しい 日光、えー、でみおちゃんのシューズを見に行きたい、あぜひそうなんですよ日光紅葉ゴルフリゾートにその以前履いてた赤,い赤と白のス,ポ、えー、スパイクがあるんですけどそれを今、飾っていただいてるんですよ。であとはまあその53ゴルフさんのシューズを今あの、愛用して履いてるんですけどそこでも53ゴルフさんのシューズ販売されているのでぜひ一度見に行っていただきたいですね。私ね実は 一足もうどうしても一目惚れして可愛いあのシューズがあってお願いしちゃったんですよでそれをあの近々インスタグラムとかでもアップするので見てほしいですすごい可愛いいスパイクであの誰でもなんかその履けるようなおしゃれなデザインなので皆さんにもぜひ見てほしいですね。 そうなんです今ラジオ生放送でございます FM88.5 ですあのリスンラジオっていうアプリでも、えー、聞くことができるのでぜひそちらでも聞いてほしいなと思います、えー、同じく倉敷に来て,って行きたいですなんか今年本当にいろんなところに行きたいなと思ってるんですけどねまずは目標は ちょっとコンペとかを開いて皆さんと一緒にゴルフはしたいなって本当に思ってますちょっと近々そういう報告ができるように頑張りますウッドの調子はどうですかウッドは最近いいんですよ あのすみません急にテンションが高くなっちゃったあのクリークとか、まあ、スペンはあんまりなんですけどクリークがちょっと最近苦手意識があって全然本当に打てなくてあの全然当たらなかったんですよ真にだけどなんか一つちょっとなんだろうイメージを変えたらパン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 打てるようになってでコースでも昨日結構うまく打てたのでウッドは最近調子いいです。 あのドライバーもこの間まで結構フックが多かったんですけどなんかちょっとコツをつかんだらフックが出なくなってきてウッドは最近好きですね練習場でも結構打っちゃうんですけどでもやっぱショートアイアンとかを練習していった方がいいのかなと思ってウッドはなるべく少ない球数で練習するようにはしていますということでねまだもうちょっとだけ大丈夫ですね、えー、1年前のスイングと全然進化していますよねって 嬉しいですありがとうございますっていうことは1年前から見てくださってるんですよねなんて嬉しいんでしょうでももっともっと本当にまだねなんか自分の中で5030%くらいしか本当な、まあ、30%もっていう感じになるかもしれないんですけどまだ納得できてなくて 頑張らないといけないですね。本当は毎日練習した。インスタグラムにも書いたんですけどもう家の目の前に練習場があったらなって毎日思うんですよ。もうそしたら毎日何百でも打てるのになってまあそんなことはねできないので家でアップロートパターンの練習頑張ります。え何されたんですかね。最近だと何教わったかな やばいね、私すぐ忘れちゃうんですすよね。<laughs> すぐ忘れちゃうから自分でも自分の YouTube を見返してあそうだこれ教わったこれをきちんとやらないとって <laughs> ダメですよねあの覚えとけなきゃって思うんですけど忘れちゃうんですよなんかいい暗記方法とかないんですかね <laughs> もう明日ラウンド行ってきますって言ってらっしゃいです明日は晴れるといいですね今日もだからもうたくさん降って明日晴れるように願ってます あドライバーの花柄がが可愛いいってありがとうございます今ね、ドライバーになんと、あの、腹柄のゴルフスキンを、フルスキンを貼ってるんですけど、その上に、ミおチャンネルのロゴの、マロの,のロゴがあるんですけど、そのラインスキンを貼って、今は振ってます。それをね、そのね、ラインスキンを貼ってから、ドライバーのイメージがすごく良くなったんですよね。でまあ、その プレゼント企画ももうそろそろあの皆さんにお知らせできそうなのでもう少々お待ちくださいえっ、ー、とですね奈良県なんで関西に来てください関西にね実はね行くんですよもうちょっと来週あたりかなもしもし見かけたらお声かけください <laughs> いくつでもあったんですか昨日は96でしたいやー悔しいですね もう目標は、まあ、でもちょっと難しいコースなので90前半12ぐらいで回れたらいいなと思ってたんですよ。で昨日は、えー、レギュラーティーから回ったので結構距離もあってでそのパーオンが出られないっていうことで、まあ、80代は難しいかなと思ってたんですけど難しかったですねそれで <laughs> 96でした頑張りますでも今年中にはそこで80代は出したいなと思ってます。 おナイスドローボールありがとうございますということでね今週もあっという間に時間が来てしまいました来週もあのインスタグラムでライブ配信しながらやっていきたいと思いますのでまた是非コメントください今日もありがとうございました